今回は健康福祉部健康増進課の藤原恵美子課長に伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ6月も後半で梅雨真っ只中です、かなり蒸し暑い日がありますよね。そうですね、暑いですね、これから夏本番ですので、やはり熱中症気をつけていかないといけないですね。そうですね、暑くなり始めた今の時期から熱中症の発生が多くなっていきます。昨年度は、全国では7万人以上の方、また兵庫県では3200人の方が救急搬送で運ばれました、でそのうち4割の方、1300人の方が住居の中、お家の中で発症いたしました。でまた、高齢者の方が多いというのが特徴でもあります。この夏は特に新型コロナウイルス感染症対策としてマスクの着用の徹底が言われていますが、やっぱりマスクっていうと暑いですよね。そうですね、暑いですね。マスクをしていると、私たちはマスクの中に息を吹きかけますよね。で息っていうのは考えてみれば体温と同じぐらいの温度があるんです、なので36度ぐらいの息がマスクの中に充満してるっていうことは本当に暑いんじゃないかなと思いますし、でまた湿度、湿気もございますので喉の渇きを感じにくいっていう欠点も考えられます、それからコロナ対策で活動の自粛が言われましたよね、そのために家の中にいることが多くなって、運動不足になったというようなことも考えられます、やはり運動不足っていうのは熱中症のこうリスクは高いっていうことですか。そうですね、やはり体力がないとやはり熱中症にはかかりやすいになると思います、その熱中症っていうと例えば強い倦怠感が出たりとか、そういった症状のことですよね。そうですね、軽い時でしたらめまいとか立ちくらみとか倦怠感とかありますけれども、中等度になりますとこの頭痛とか吐き気とかといった症状につながります、でまたそれが重度になりますと意識を失ったりとか痙攣したりというような、やっぱ段階によって症状が違ってきます。県では感染症対策と社会生活を両立させる生活様式兵庫スタイルを推進していますが、その中で熱中症を予防するにはどういったところを心がけたらいいでしょうか。そうですね、一つは、マスクですね。兵庫スタイルではマスクの着用が言われていますが、適宜マスクを外した方がいいと思います、例えば、屋外で人と接しないところではマスクをする必要はないです、またソーシャルディスタンスですね、屋外でも2メートル以上の距離が離れているときはマスクを外しても構わないと思います、それから運動とかはどうですか。そうですね、できるだけ激しい運動とか重度な作業は控えた方がいいかと思います、でもしされるとしても休憩ですね、適宜マスクを取って休憩をしていただければと思います、屋内で気をつけることはどんなことですか。そうですね、兵庫スタイルの中で換気っていうのは言われているかと思います、夏ですので皆さんクーラーをかけると思うんですね。でもクーラーをかけながらでもやはり、こまめに換気をしていただきたいと思います、でそのためにクーラーの設定温度をこまめに調整したりとか、また設定温度を普段よりも低めにするといった方法もあるんじゃないかなというふうに思います。あと何といっても水分補給は大事ですよね。そうですね、屋外でいるときはもちろんですし、屋内においてもやはりこまめに水分補給をしていただきたいと思います。はい、それからやはり熱中症というと高齢者の方多いですよね。そうですね、高齢者や子どもさんたちが熱中症にかからないように気配りをしたりとか声かけをしたりして守っていくのが大事じゃないかなというふうに思います、子どもたちに対してはやはり対策はどうなんでしょうか。学校においても適宜マスクを外せるように考えられていると思います、屋外の運動の時の注意であったりとか、人と人との距離をとってマスクを外すなどいろんな対策をされていると思います。もし自分や周りの方が熱中症かなっていう場合はどうしたらいいですか。はい、そうですね、軽くても重くてもまず、日陰とか涼しい屋内に避難することが一番大事だと思います、それから、服を緩めたりまた服を脱がせたりして体を冷やしてください。
そして水分補給、塩分補給を行っていただきます。ただ意識がない方とか吐き気がある方については水分補給や塩分補給はしてはダメなので気をつけてください。まあ、いずれにしても熱中症にかからないよう予防をしっかりしていくということですね。はい、予防は大切です。熱中症の症状は発熱とか倦怠感があります。でこれはコロナの症状ととてもよく似ているんですね。そのため救急隊の方であったりとか医療従事者の方は熱中症であってもコロナを疑って対応をしていくわけなんです。で感染症予防の対策をするということですね。ということは、医療機関の方にかなりの負荷をかけてしまうということにつながるかと思います。余計に気をつけないといけないですね。また熱中症は予防は十分できます。反面重度の熱中症は命の危険もあるということなんですね。で自分自身を守るためにまたコロナを含めた医療体制を守るためにこれからの季節は熱中症の予防に注意していただきたいなというふうに思います。しっかり気をつけていかないといけないですね。はい。